芝の 1600m ゲートインですが、今ビコーアルファが誘導されています。サイエダティ、ザイーテンと収まっていきます。名将レグナムが外で誘導されていきます。桜爆心王が入りました。ドルフィンストリート、トーアダーリン、外で舞い出る様子が最後になります。舞い出る様子が引かれていきました。第44回農林水産省商店安田記念、体制完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。一戦になりました。桜爆心王、好スタートを切りました。ウィニングパートナーズ、マザー東証が行きました。マザー東証、ウィニングパートナーズ、そして外を通りまして、マイネリオスがこれに果敢に並びかけていきました。さあ、前を行きます2頭ですが、外、マイネリオス、マザー東証と行きました。3番手に内側から上がってまいりました。4枠2頭です。藤山健山、その前にザイーテンが行きました。それから固まっていますが、桜爆心王、この集団5番手を追走。外を通りまして、堂島無敵の体勢で、内からサイエダティ、スキーパラダイスこの位置、ウィーニングパートナーズ、それからその後方ですが、ドルフィンストリートがいて、今線を通過したところ、それから外を通りまして、7枠の1頭が上がっていきます。これは名称レグナムか、名称レグナムが上がっていく、ノースプライト、後方から2頭目、トーアダーリン、最後方から1番ゴールデンアイです。すでに800を通過、第3コーナーカーブに向かっていきます。さあ前の争いですが、今度は外側からマイデルヨース、マイデルヨースが1馬身のリードを取っている。桜爆心王上がってきた、堂島無敵の外を外を回って上がってきます。残り600を通過、ザイーテン、スキーパラダイスも後位まで上がってきました。内にマザー東証、4コーナーから直線コースに向いてきます。さあ桜爆心王、桜爆心王、ここで先頭に立った。桜爆心王2馬身のリード、2番手争い、ザイーテン、それから外を通りましてノースフライト、外からノースフライト、ノースフライト、内ドルフィンストリート、スキーパラダイスは苦しい。今3番手サイエダディも突っ込んでくる。200と、さあ桜爆心王をかわしてノースフライト、ノースフライト先頭だ。200の標識を通過、桜爆心王2番手がアルマルカ、ドルフィンストリート、スキーパラダイスは現在4番手、ドルフィンストリート、桜爆心王、大外からトーアダーリン、先頭は5番ノースフライト、ゴールイン、日本ノースフライトです。角田光一右手が上がりました。日本のノースフライトです。